降ってますけどね、この雲を吹き飛ばす勢いで歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。では1曲目、オレンジリボンのこのイベントのために作った曲です。ホームという曲。窓の外では冷たい雨が降り続いていても、家に帰れば暖かいもので溢れていた。台所から流れてくるのは夕飯の香りと、変わらずそこにある背中の元気な曲やったらね、皆さんの手拍子のおかげかもしれません。ね、はい、そんなわけで、プーカここでちょっとね、土田さと子ギターを弾きますよ。毎年ねお世話になっているんですけど、あのさとちゃんはあのソロの時からね、あのもう何回目ですか？5回目になりますね。5年連続で。5年連続で出演させて。いただいてますけれど、なかなかね、毎年なかなか雨に悩まされますね。そうですね。去年はですね、あの去年も西村さんもいたんですけども、私たちの出番だけ雨っていうね、なんとも誰のせいかなっていう感じですけども。なんでですね、私ついにですね、雨が降ってもいいようにって意味がわかんないですけど、ギターを買ってきました。この日のためにね。雨が降っても小さいから
濡れないんじゃないかみたいな。私が巨大なんじゃなくてギターが小さいんですよこれちょっと小さいんですけどね。ギターを、新しいギターを今日初めて弾きながら歌ってみようと思います。じゃあ続けてちょっと元気のいいと言いますかですね、ちょっと面白おかしい歌を歌いたいと思います動けることがあれば動く、そういうのが大切なんじゃないかなと私たち思っているんですが、
ここでこうやって輪がどん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 広がっているっていうことがすごく皆さんの力っていうのもすごくあるんだなと思って、毎年ステージに上がりながら感動させてもらっております。今日もきっと感動のゴールシーンが見れると思いますので、皆さん、ランナーの皆さんを温かく、見守っていられるように、ここでみんなでゴール地点を盛り上げて行きましょうと、思います。今日本当にですね、今日もこうやって歌わせていただいてありがとうございます。では最後の曲はですね、そんな、皆さんの気持ちにやっぱり、平和が訪れますように、そんな思いが詰まった曲になってます。愛の歌という曲を歌って終わりにしたいと思います。今日本当に皆さん雨の中来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。思わず書き留め